演舞開演。どうも、本日はこちら、明治のエステルスーパーカップ抹茶を食べたいと思います。これも結構メジャーなアイスですよね。自分も昔から食べてます。今日は久しぶりに食べます。おお、結構なボリューム、変わらないな。では、いただきます。ぜひそうしてほしいな、昔からの付き合いだから。さっぱりとした抹茶の風味と覚えよった冷たさ、昔からある安心できる美味しさでした。なんだか懐かしい気持ちになれます。みんな、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。皆さんの思い出の食べ物は何ですか？パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。